あと定期大掃除の場所確認も。みさきちゃん、何の用だ新宅。浅葉、ここは幼稚園か。なんで捨てに匠がいるわけ。ビシバシバシ。薄井もさっきから何回言わせるつもりなんだ。だってここが落ち着くんだもん。どこなら図書室にでも行け。生徒会室は遊び場じゃない。あの人最近会長の周りでよく見かけますけど、何者なんですか。ああ、新谷君のこと。会長の幼馴染なんだって。子供の頃、会長にとってもお世話になったらしいよ。なんかさっき一瞬、薄井さんと睨み合ってる犬の姿が後ろに見えた気がしましたけど。やだな、加納君。ペットは学校に持ち込み禁止だよ。気のせいじゃない？あ、いや、そういう意味じゃなくて。やっぱり会長ってほんと昔からすごい人だったんだな。腹減った。ひなた、パンの耳まだある？パンの耳って意外といけるよな。俺にもくれ。おお、みんなもやっとパンの耳の良さが分かったんか。お前たち、教室でパンの耳を食うなと何度言ったら分かるんだ。みさきちゃんも食べる？食べない。なあひなた、お前会長に言ったのか。どうぞ、バイトの話。バイト？みさきちゃんが、みさちゃん？バイトってここのことやったんか。バイトって何の？え、ああ、いや、こいつガソリンスタンドでバイトを始めたっつうから。ああ、その話か。大丈夫、みさきちゃんのバイトのことは誰にも言わんから。あ、なんだ、内緒の話か。なんでもないって。そんじゃ俺、バイトあるから。で、実際のところどうなの？ドゥアじゃなくて、日向くんとはどうなってるの？結局、林間学校の時もまともに話できなかったですしね。その後、ますます仲が深まったように見えるけど。もしかして、何か進展ありましたか？進展も何も、ただの幼馴染だから。ふひひひひ、夜が来たよ。ただいま。ああ、腹減った。あ、そういや電話するの忘れちゃった。ああ、もしもし、じいちゃん？俺、ひな、うん、ひなた、何しちょった？ちーとも電話よこさんで。何もそんな怒らんでも。ばあさんも心配しちょるけん。大丈夫やって、何も心配いらん。俺、やっぱりこっち出てきてよかったって思っちゃうし。みさきちゃんには会えたんか？会えた。すぐに会えたよ。しかも同じ学校で同じクラスやに。こんなのもう運命としか思えんやろ。アニメのコスプレイベント？そう、みんなの写真見てもらったらイメージぴったりだったからオッケーって許可もらえたの。特にミサちゃんはローズ役にぴったり。魔女っ子メイト。日曜朝にやってるアニメよ。あんた見たことないの？ミモザ役は私しかいないわよね。あなたはいいの。ああ、それじゃあミサちゃん、うん、これこの DVD 貸してあげるから、雰囲気だけでも掴んでおいてくれるかな。こんなに。今年でシーズン4だからね。今発売されてる分だけでも40巻近くあるわ。全部は見なくていいんじゃない？とりあえず第1話と12話、13話を見ておけば。あとこの巻あたりが特に盛り上がっておすすめよ。あ、それよりミサちゃん、あの日向くんって子にうちで働いてることがバレて、その後どうなの？いや、どうって言われても。薄井くん、焼きもち焼いてない？そういえば今日は来てないわね。薄井くん厨房にも入ってないし。関係ないですから。あいつはただの変態宇宙人ですから。ありがとうございました。シュートリー、もう動きもええぞ。はーい。シュートリー、来月のシフト希望出しとけよ。ああ、すみません、やっぱ補習入っちゃいそうなんで。なに、勉強ちゃんとついていけてないのか。肩もみしてくれたら俺が教えてやろうか。へへ、頼りにならん。何を言うか、バカザルが。アパートまで送ってってやろうか。ヘルメットならあるぞ。あは、今日はちょっと寄り道して帰るから。おかしいな、確かこの辺だったはずやけど。お、うまそうな柿。あー、待って、ほら、いい子だからおとなしく。あ、あら、わ
主人様がワルマンホ流行でトレンドに踊らされているわ。行くわよリリー、合戦だ。ポップミサイル、えはははは、ポップミサイル、アホリアホリ。最近の子供番組はなかなかすごいことになってますね。あ、お母さん帰ってきた。はて、見知らぬ殿方がうちに。もしや未来のお父さんの。あ、おー、すずなちゃん、すっかり大きくなっちゃうな。昔はあんなにちっこかったのに。行くよ、ハンバーグくん。待ってたよ、チーズちゃん。てってりー、とろーりチーズハンバーグ。なんだっけ。昔よく一緒に見たアニメ、ファミレスパークへようこそごっこだよ。いや、それは知ってるが。ダメだよ、ヨウくん。全然美味しそうじゃない。昔はもっと丸々ジューシーだったのに。俺どうすればいいんかな。これじゃあ月見バーガーくんに負けちゃうよね、お姉ちゃん。どうしよう、美咲ちゃん。どうしようじゃない。何しに来た。落とした柿を拾ってくれたの。この近くで偶然ばったり会って。はい、これも。どうもありがとう。なんか前にも似たような話を聞いたような。いただきます。それにしてもほんとかっこよくなったわね、ひなたくん。俺男らしくなった。ええ、すっかりたくましくなって。落ちてる柿をそのまま拾って食べるようなところは昔のまんまだけど。だって初めは美奈子さんが落としたとは思わんやったし。それでうちの近くで何をうろうろしてたんだ。ああ、ちょっと探し物っていうか。ヨウくん、もしかしてまだお姉ちゃんのこと好きなの？すずな、なんだいきなり。な、何まだって。本当にヨウくんは昔から分かりやすいね。昔から。そんな、昔はもっと消極的で恥ずかしかったけん隠しちょったはずやのに。そうね、昔は美咲を見つめてるだけのことが多かったもの。美奈子さんまで知っちょったんか。やっぱりヨウくん、うちを探してうろうろしてたんだ。でもストーカーはダメだよ。いや、そうやなくて、さくらんぼの木探してたんや。まだあるんかなと思って。さくらんぼ？それってお前が落ちたあの木のことか？お、美咲ちゃんも覚えちょってくれてたんか。ねえ、危ないよ。ヨウくん大丈夫？ヨウくん、このくらい大丈夫。もう本当に仕方ないな、ヨウくんは。これからは勝手に木登りなんかしないで、ちゃんと私についてくるんだよ。分かったよ、美咲ちゃん。僕約束する、一生美咲ちゃんについてくって。ヨウくん。いや違うだろ、そこは夕日とか関係なくて、怪我して入院した病室だっただろ。そこまで覚えちゃってくれてたんか。分かったよ、美咲ちゃん。約束する、一生美咲ちゃんについてくって。それについてくるんだよと言ったのはそういう意味じゃなくてだな。夕日の中でも病院でもどっちでも約束したのは本当やし。あのさくらんぼの木、今でもあるんかな。待ちに待った日曜日、今日ももちろんメイドラテ。いやー、今日のイベントは楽しみですな。一君に言われたからちゃんと勉強したぞ。俺も朝にやってる少女アニメなんて初めて見たぜ。お帰りなさいませ、ご主人様。今日もラテマジックでメロメロリ。いけない、ご主人様がワルマホをストレスデカタコールにかけられているわ。ここはミサじゃなかった、ローズの出番ね。オーケー、行くわよリリー。サスペンダー、カイロン、パポロン、スグナオール。さあ、これでもう大丈夫です。ゆっくりおくつろぎください。完璧だ、魔女っ子メイドゥだ。すごいすごいですよ、この再現率の高さ。もうアニメ1回しか見てないけど、そのまんまだ。特にメインのあの2人、やっぱり配役は予想通りだったな。でもまさかミサちゃんがここまでやってくれるなんて。てっきりまた軽く無視されると思ってたもんな。それはそれでたまんないけどな。名前間違えるなんて許されないミスよ。分かってるの、アマリリス。分かってるわよ。今日は完璧になりきるイベントなのよ。ねえサツキさん、やっぱり私もほら芋座役にぴったり。ダメ、あなたは中学生男子でしょ。あ、お、いく、うん、
ホールには出せないわよ。こんなに似合ってるのに。ブー、追加オーダー魔女パフェです。モナームシャルルって満腹かで、どうしてダイエットの魔法を。つい答えちゃったけど、あんたこんな使わなそうなコアな魔法まで覚えてんの。この前まで見たことなかったくせに。貸してもらった DVD 全部見たから。あれを全部。だいぶ時間がかかったけどね。昨日も一晩中見てやっと全部。徹夜してまで。あれ、あいつ今日は客なんだ。てっきりもう店の人間かと思ってた。どうするの、あいつの前でもやるの、さっきみたいなプププ、うん、お帰りなさいませご主人様。今日もラテマジックでメロメロリン。なんかあいつ今日はいつもと違う。普段ならそこでキサのセリフの一つでも返すところなのに。やっぱり日向くんのこと気になってるのかしらね。なんだかわからないけど、それじゃあここはミモザ様の。うわ、あなたはいいの。お待たせしました。お待たせいたしましたお嬢様。いかがでした、本日の特別メニュー魔女っ子ミラクルパフェは。楽しかったですよ、ミラクルな感じで。それも正直な感想なのかしら。厨房の子たちから頼まれたのよ、あなたの意見が聞きたいって。クネルを乗せるとき、丸い形のスプーンより先が少し細いものを使ってみてください。練習すれば綺麗にできると思います。クネ、細いスプーンね。今回のパフェならバラ口紙でフリル状に絞っても見栄えがいいと思いますけど、あと中のスポンジはもう少し固めの方が。なんか予想以上にいろいろあるのね。メモに書きましょうか。ほんと何者なのかしらね、薄井くんって。普通じゃないことだけはわかるんだけど。褒め言葉だと思っていいんですかねそれ。うん、ま、誰かさんがずっと俺のことそう呼び続けてるんで、ただの変態宇宙人ってことにしておいてください。ミサキちゃん遊びに来た。新谷、なんでまたお前が。つうかミサちゃんがここで働いてるって知ってたのか。おう、お前らもまたミサキちゃんに会いに来ちょったんか。違う、ミサキちゃんじゃなくてミサちゃんだ。それがメイドラテの掟だ。お前も来ちょったんか。今日は食べ放題じゃないけどいいの。あれがひなたってやつ。面白くなってきたじゃない。いつまでも鈍いことやってるからこういうことになるのよ。ちょっと二人ともそんな怖い顔しないで。そうだ、こんな時こそ仲良くなる魔法、ウキンパワクンパ仲良くなーる。あれ、あれじゃダメね。やっぱりここはミモザ様のボーイズラブ魔法で。葵ちゃんはダメって言われてるでしょ。うん、お待たせしました、魔女っ子ロシアンルーレットゲーム。おお、待ってました。これが今回の特別イベントメニュー。おお、はい、この中に一つだけ魔界のジュースが紛れています。誰がそのジュースを飲んだかを当てるゲームなので、バレないように平気を装ってくださいね。私に勝てば特製コースターのプレゼントか記念撮影のどちらかを。もちろん記念撮影で。はーい、そうですか。では今からローズが魔法をかけちゃいますからね。手加減なしですよ。え、待って、何の魔法。嘘がつけなくなる魔法です。ドリンパドルンパ嘘つけない。どうした黒タズ、しっかりしろ黒タズ。この衝撃半端ねえ。魔界のジュースを飲んだのは黒タズ様。とにかく水を。黒タズ、いってらっしゃいませ。今日のところはひとまず引き上げよう。水、黒タズ、水。おお、面白そう。俺もなんかやって。ご主人様はどんな魔法がお好みでございますか。じゃあライバルに勝つ魔法とか。魔法で勝っても意味ないんじゃないの。そうよ、薄井くんの言う通り、そういうのは自分で何とかしなくちゃね。それに恋の魔法はモルハの剣、たとえ成功しても自分に恐ろしいしっぺ返しが。やだリリー、怖い話ダメなんです。しっぺ返しの呪いで夜な夜な枕元に悪霊が増えていくなんて考
もそこまで行ってないわよ。ごちそうさまでした。どうかした？いえ、行ってらっしゃいませご主人様。行ってらっしゃいませご主人様。ミサちゃん、俺ミサちゃんにかけてほしい魔法がある。探し物が見つかる魔法。探し物？ほら、あのサクランボの木。え？ああ、早くかけて。それでは行きます。デルンパデロンパスグミツカール。バス。葵ちゃん、なんか一段と機嫌悪くなってません？今日こそホールに出してもらえると思ってたみたいで勝手に拗ねてんのよ。衣装合わせ手伝ってあげたのに。はいはい。演技指導してあげたのに。はいはい。こんなに可愛いミモザ役がいたのに。全部あなたが無理やり割り込んできたんじゃない。私もホールに出てチヤホヤされたい。まったく、もうだいたいせっかくの休日にどうして一人でこんなところに入り浸ってるの。遊んでくれる友達くらい作りなさい。なんでそんなこと言われなくちゃなんないんだよ。ここは葵ちゃんの遊び場じゃないってこと。うるさいな。別に友達がいようがいまいが関係ないでしょ。一人なのは僕だけじゃない。薄いのバカだって一人じゃない。こら、バカとか言わないの。うん、あいつだって絶対友達いないね。そんなことないわよね、ミサちゃん。え、あ、友達ですか。あいつの友達、雪村は友達なのかな。いや、ペット。カノは友達。あんたは、あんたはあいつの何。いやだ、おいちゃん、そんなの決まってる。友達？違うかな。そんな感じではない。ライバル？最初はそう思ってたんだけど、でもあいつはどうかな。思ってた？過去形なんだ。じゃあ質問変える。今のあんたにとってあいつは何？今の私にとってあいつは何なんだろう。なんでいるんだよ。いちゃ悪い。悪い、怪しいだろ。こんな時間に裏口に突ったって変質者と間違うだろ。何やってんだよバカ。何笑って。魔女っ子のゴミ出しってのもいいね。ゴミ出しの魔法はないの？また呪文唱えてみてよ、さっきみたいに。顔真っ赤だよ、鮎沢。うるさい、黙れ。今夜は結構冷えるの。お前そんな薄着で寒くないのか。夜まで出歩くなら上着くらい着とけよ。世話好きミサちゃんだ。な、悪いか。そのまま帰るつもりだったんだけど、またミサちゃんの顔が見たくなっちゃって。お前他に友達いないのか。そんなにいなさそうに見える。お前もしかしてさっきの聞いて。そういえば気になったんだけど、さっき聞かれてた最後の質問、俺も答え知りたい。今の藍沢にとって俺は何。うるさい。そっか、藍沢って嘘つけないときはこうやって意思表示するんだ。ほんと素直じゃないよね。黙れよ、お前いちいち言うことが恥ずかしいんだよ。ああひどいな。とにかく黙れ。じゃあ俺も行動で意思表示することにするよ。やってんだよ、話せ。やめろこのセクハラ変態宇宙人。こんなとこ誰かに見られたら。ドリンパドルンパ、嘘つけない。話してほしい。魔女でもないのに魔法が使えてたまるか。やっぱり美咲ちゃん、
いや、あんなやつ関係ない。お、あった、あった、見つけた。よかった、やっぱりまだあったんや。しかも結構育っちょん。やっぱり運命なんや。聞いたー。